ユクムとしても知られる、マレーシア国民大学は、スランゴール・シューフル・ランガットのバンダル・バル・バンギにある、国立大学である。現地家人の間では、国大という略称が用いられる。チュラスに、マレーシア国民大学医療センター、クアラルンプールにサブキャンパスがある。マレーシア国民大学は、マレーシア及び東南アジアにおいて、最も権威ある大学の一つである。 在籍学生数は3万名以上に及ぶ。マレーシア国民大学は、マレーシアで研究を、主として行う5つの大学のうちの一つである。2020年の QS 世界大学ランキングでは、世界160位、アジア39位、設立50年以内の大学ランキングでは13位となっている。マレーシア国民大学は、力強く、知識があり、 道徳的な人間性を備えた社会を作るために、社会や時代を牽引する先進的な大学になることを目標とする。マレーシア国民大学の使命は、マレー語の地位を確立し国に独自の文化に根付いた知識を世界的なものにする選ばれた大学になることである。アンダーに対する信仰と有益な学問の融合と理論と実践の統合は、 学問や教養ある社会の発達及び大学の発展のための基本的な基盤である。マレーシア国民大学は国民主義の人々が持つマレー語を知識の言語として確立するという志から生まれた。国立大学を作る試みは作家であるアブドゥルカディールアダビによってイギリスの植民地支配への抵抗への第一歩として百二十三年に提案された。 ものである。当時この国民主義を掲げる人々は、マレー系の知識人となったが、イギリスによる弾圧を受けてしまった。しかし、国民主義者たちは決してひるまず、1969年には、その運動は、再び活発になった。そして、マレーシア国民大学の設立を提案する、報告書の準備のために、マレー人の知識人の一人である。 サイドナシュルイスマイルが議長を務めた支援委員会が設立された。この委員会の他のメンバーには、マレーシア第四代首相であり当時教育省であったマハティール・モハマドや、後にマレーシア国民大学の副学長となるモハンマド、ラシュダンが含まれている。マレーシア国民大学は1970年5月18日に192名の 大学院生に向けて開校され、クアラルンプールのバンタイバル通りに位置する臨時キャンパスに理学部、芸術学部、イスラム研究学部の3つの主要な学部が設置されていた。1977年の10月、マレーシア国民大学は現在においても主要なキャンパスを形成するバンギの地に移転した。このキャンパスはクアラルンプール国際空港や主要な商業の 中心地であるクアラルンプール、そして行政の中心であるプトラジャヤを含む大都市圏にあり、1096ヘクタールの土地を有している。バンギのマレーシア国民大学のキャンパスは、クアラルンプール国際空港から45キロメートル、クアラルンプールから30キロメートル、そしてプトラジャヤから20キロメートルの場所に位置する。ユクムは2つの医療系のキャンパスを有している。それは、 ラジャムダアブドゥル・アジェズ通りに位置するクアラルンプールキャンパスとチュラスに位置するユクム国民大学医療センターである。クアラルンプールキャンパスは健康科学部、薬学部、私学部、医学部全臨床科から成り立つ。このキャンパスは20ヘクタールの広さを有し、1974年に設立された。一方、チュラスキャンパスは医学部、ユクム医学部附属病院、 ユクム分子生物学研究所の3つからなる。このキャンパスは1997年に開校した。前述のキャンパスの他に、ユクムは7つの研究拠点を取り扱っている。それは、地ニ個研究拠点、海洋生態系研究拠点、ランカウィジオパーク研究拠点、海洋研究拠点、フレーザーズヒル研究拠点、植物生物工学研究拠点、 そして、ゆくむ永久森林保護地区と、シダ標本室と植物標本室から構成されるメインキャンパスそのものであるゆくむキャンパスリュビングラボラトリーである。30年間に及ぶ研究に基づき、高等教育省によって2006年10月にマレーシア研究大学の地位を授けられた。これは2007から2020年の高等教育戦略計画に従い、4つの 公立大学を名高い研究大学へと発展させるために計画されたステップの一つであった。ユクムは2006年には価値ある大学に与えられる首相賞を受賞した。この賞はユクムの2000から2020年マレーシア国民大学戦略計画の目的に沿った高品質の教育と運営を行う努力を証明するものであった。戦略計画には新たに立ち上げられた。 ユクムエコシステム変革計画という2018年までにマレーシア国民大学を有名研究大学連盟の一つにするために定められた改革が追加された。マレーシア国民大学は2009年までに113,975人の学部卒業生15,895人の修士号取得者1389人の博士号取得者を輩出した。 設立当初は3学部しかなかったが、13学部及び14の施設を持つまでに発展した。その間、インドネシア、イギリス、アメリカ、タイ、カナダ、ドイツ、オランダ、エジプト、オーストラリアなどの出身の1494人の外国人、教員、3万人を超える学生が在籍した。留学生も日本、アメリカ、ドイツ、マリ共和国、フィリピン、 インドネシア、ヨルダン、リビア、フランス、ブルネー、中国、韓国、ケニア、シンガポール、そしてタイ含む55カ国から来ている。また、1974年にはサバ州に文校を開設した。開学以来一貫して、マレーシア国内外におけるマレー語の使用の強化の中心的役割を担ってきた。ム・セイ正門マレー語での教育、 研究を重視するマレーシア国民大学には、現在日本で、マレーシア研究やマレーシアとの外交に携わる人物の多くが留学している。マレー世界文明研究所には、長年の外国語としてのマレー語教育の実績があり、レベル別に分かれたマレー語集中講座を開講している。大学設立の基礎は、トゥアンクム・リズムに、コトゥアンクム・ナブヤ・ヌグリ・スンビラン・シするタン・陛下が、 率先して気づいた。同志は、マレーシア国民大学第三大学長となった。マレーシアの大学における学長は、最も重要な名誉職であり、その、主な役割は、大学が認知されるにあたっての象徴となることである。副学長は、トゥンクラクサマナトゥンクだと、スリウタマナクユディンイブニ、コトゥアンクジャファー、トゥンアフマドサルジアブゥルハミド博士、そして、クダ州司令官だと、 スリ・ディラジャタンスリ・トゥンク・プトリー・インタンサ・フィナズ・ビン・キトアンク、スルタン、ハジアブ・デ・ハリム・ムアザム・シャーの3人がいる。マレーシア国民大学には、ダトエム・ザワ・ウィビン・イスマイル博士名誉教授が議長を務める大学理事会がある。大学運営においては、マレーシア国民大学は、高等教育大臣によって任命された副学長によって引きられ、4人の副学長、 補佐によって補佐されている。4人はそれぞれ、学術及び国際担当副学長補佐、研究及びイノベーション担当副学長補佐、学生及び卒業生担当副学長補佐、そして産業及びコミュニティネットワーク担当副学長補佐である。さらに、3人の主要な管理担当者、すなわち記録課長、会計課長及び図書館長がいる。学問の発展に関しては、 大学執行部の責任下にある。次の表は、タイムズ・ハイヤー・エデュケーション特アクアレリ・シモンズ社によって、発行された低 QS 世界大学ランキングによる、マレーシア国民大学の順位をまとめたものである。2008年以来、マレーシア国民大学は、ユクム・インタラクティブ学習、教育管理システムという名前の学習管理システムを、使用している。だとはもハマット・ラシドビン・ハンソン氏、 ペナント州初代州知事。シェイク・ムザファシュコア、学者。アンソニー・ロク・スイーブ、フック、マレーシア運輸省。タンスリ・ジェミラ・マフムド博士、ニューヨークの国連人口基金長。アンワル・イブラヒム、元マレーシア副首相。そして後に、野党党首。アンワル・ファザル、ペナン消費者協会の創設者。ダトラザル・イブラヒム、元内閣官房長副長官。ありがとうございます。